飲み物そばなけどな、増えたな、これなんだろうって何本も増し合ってるんだ、うん、トプチだよね、すげえ増しですね、うん、この時とどこからともなく現れるな、くて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 腹筋をして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 、おー来た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 、あ、バレた、面白いなこれ、食べられるのかなこれ、イワシのフライフィッシュも面白いぞ、ちょっと待ってね、さてイワシが異様に活性高いということが判明したので、イワシを専門に狙いたいと思います。イワシのフライフィッシング、イワシがあのぐる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 回遊してくるんですよね、大きさ10センチぐらいですよね、それに合わせたほんとちっちゃいフライに変えました、針をこんなちっちゃい針、これで行ってみたいと思います。釣ってっかな、釣ってんのかな、これで行ってみたいと思います。なんか定期的にもうまた回ってきた、これ異様になんか活性高いんですよね、なんか水面の何かをね食ってるんですけどよくわかんない、プランクトン食ってると思うんだけど、なんでこのフライに反応するのかよくわかんないですね。おお、クタクタクタ、よいしょ、あ、釣れた、これ何イワシなのかな、わかんねえよ、一応イワシが釣れたということ、はい、写真にアップします。これ何イワシ、よいしょ、イワシ弱いからもう鱗がすぐ剥がれて死んじゃうんだよな、あれ大丈夫かな、あ、いきなりイワシを食いに成功が上がってきた、すげえセイゴも釣りたいよね、まあいいや、セイゴがいるんだこの真っ昼間に餌にはちゃんと食いついてくるのね、フライには食いついてこなくても餌にはしっかり食いついてくるんだな、今ビデオに映ってるかどうかわかんないけどあーまた来たまた来たまた来た、あーよしよしよし、あーた釣れた面白いじゃん、イワシのフライフィッシング、キープしてみます、イワシキープしようと思った途端にね釣れなくなるっていうのがお約束なんだけど、10匹ぐらい持って帰ってフライにして食いたいな、10匹も釣れたな、さっきの調子だったら釣れそうだけどね、あ、なんだろうあれ、なんだっけな、おう、現れた、よっしゃー、ちくしょう、だんだん釣れてきちゃうな、よいしょ釣れた、よいしょ、なんとか、釣れた、よし、釣れた、よいしょ、あー、ちくしょう
よし、よっしゃ、2匹よっしゃ、ダブルゲットだ。サビキ釣りに近い。釣り味というか引きは全くないんだけど引きはないんだけどかけるまでは面白い。